ちは、ママです。もものミニスカコーデはこんな感じです。はい、ってことで、これはジェイダさんのワンピースになってるんですけど、スカートっぽいっていうか、上がボリュームがあるんで、自分でこの長さも調節できて、自分の好きな長さのスカートにできるのがポイントかなって思います。で、1枚でも着れるっていうのがすごい楽なのと、生地もすごいなんかちょうどいい厚さなんで、春にはぴったりかなって思います。で、靴はこれグレイルさんのショートブーツを履いてるんですけど、多分何でも合うし、ロングブーツでも可愛いと思うし、あとちょっとカジュアルめにスニーカーとかでも合うかなって思います。よかったら参考にしてみてください。バイバイ。こんにちは、ミーコロです。ミーコロのミニスカコーデのミニスカコーデはこんな感じです。ポイントはなんか涼しく見せたくて、なんか白ニットで白にしました。で、スカートはデニムで足を細く見えるようにしました。このトップスはジェイダさんで、このスカートもジェイダさんで、これどこだったっけな、ちょっとバッグはどこかわからないのでクレジットに載せておきます。私のミニスカコーデはこんな感じでした。バイバーイ。アロヘーマリサです。今日はミニスカ縛りコーデということで、私のコーデはこんな感じです。トップスはこの横にピンクのラインが入ってて、ピンクと白のラインが入ってる黒のトップスなんですけど、これはベルシュカで購入しました。で、これポイントはこの線がラインが入ってるので、腕が二の腕が細く見えるのと、これちょっと丈が短いんですけど、こういうタイトスカートって中はゴツゴツして、上の服が長かったりしたら入れる時に結構ゴツくなっちゃうので、これめっちゃ短くてもうこの辺ぐらいまでしかないので、あのスカートの中がごちゃごつごつならずにできるので、すごい良きなアイテムです。で、この上のこのチューブトップはセレクトショップで購入しました。このスカートがザラなんですけど、全然違うところなんですけど、なんか合わせてみるとセットアップみたいな感じになったので、ちょっと上これだけだと寂しいと思ったのでアクセントに着てきました。これ実はスカート、一応前から見たらスカートなんですけど、後ろがズボンになってて、まあ、ちょっとスカートだけやとちょっとあんまり好きじゃないなっていう子でも、後ろから見るとズボンなのでおすすめのアイテムです。あと昼間は暖かいのでちょっと邪魔になっちゃうんですけど、行きと帰りとか夜とか朝は結構まだヒヤッとするので、その時用にジージャンを合わせました。このジージャンは載せときます。ちょっと読み方わかんないので、着てみるとこんな感じなんですけど、丈感もすごいちょうどよくて、スカートが短くてもすごいスカートの感じも見れるし、この色味が薄いので春っぽくていい感じです。後ろはこんな感じで文字が書いてます。めっちゃギャルっぽい感じの。以上、マリサでした。次、こんにちは、マナペコです。はい、今日のマナペコのミニスカの縛りコーデはこんな感じです。ポイントは春なのでピンクを入れて足出しましたまずこのレザーが H&M で、で、この中とインナーとミニスカがシーンで買いました。で、あとバッグはレディーです。今日のコーデはめちゃめちゃプチプラで揃えられるコーデなので、めちゃめちゃおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。はい、レオンです。レオンのミニスカコーデはこんな感じです。はい、じゃあコーデのポイントは白で全部全身合わせてて、でもなんか春なんで春っぽい色だけ一色入れて春ミニスカコーデみたいな感じにしました。後ろがめっちゃ可愛くてチラ見えみたいな感じがポイントです。普通のタイトスカートとかじゃなくて斜めになってるんですよ。
それも可愛いなと思って合わせてみました。これが多分 H&M で購入して、トップスがアナップで、スカートがミルバスで購入して、靴はシーンで購入しました。以上でネオのミニスカコーネでした。バイバーイ。はい、アリアナのミニスカート縛りコーネはこんな感じです。最近なんか意外とミックで見ることが多くて可愛いなと思ったので、一旦これをメインに、あとは全部黒にしたんですけど、ブスが高校1年生ぐらいに買ったやつで、スカートはシーンで、ブーツはゲイダです。ポイントはまとめて、なんか形的にはちょっと可愛らしいけど、ちょっと大人っぽくしてみたところです。ミニスカスカート縛りのコーデはこんな感じです。とまずこのトップスがバイヤーズクリエイトさんっていうところのお洋服なんですけど、なんかニットなんですけど、めっちゃなんか穴みたいなのが大きくて、あの春にぴったりな風通しのいいニットなので、なんか寒すぎず暑すぎずみたいな感じですね。スカートはシーンですね。結構短いスカートなんですけど、私はこれぐらいの短いスカートが好きです。このミュールがエゴイストのものになってますね。カバンもシーンですね。このカバンと靴で白でまとめて、服は黒にしました。私のミニスカコーデは以上です。チャンスマーミーです。はい、今日の私のミニスカートコーデはこんな感じです。今日はなんかちょっとカーボーイっぽい感じをイメージしたコーデです。トップスが、リゼクシーで、スカートがザラで、ブーツがエブリスで揃えました。若い時しか着れないからいっぱい着とこうかなって思ってます。ギャルキリプです。はい、ということでキリプのミニスカコーデは、まあ、春だけど、ちょっと今日は撮影で黒コーデだったんで、こんな感じになりました。で、ワンピースがミルバス。このゼブラのタイツがカルツェドニア。で、ニーハイがエモダで、もう、あのね、靴はね、迷ったらエモダの履けば、形といい、歩きやすさといい、全然厚底だし、あのギャルにおすすめな靴です。はい、ということで以上、あのギャルたちのミニスカコーデでした。はい、今季はミニスカが結構流行りなんで、しかもギャルも流行ってるから、みんなでもう一回ギャル盛り上げましょう。はい、ということでチャンネル登録とコメント高評価お待ちしてます。バイちゃん、バイバイ。